久保さん、今回商品、品物の品で行きましょうか。まあ、お金稼ぎたいんだったらね、あの、商品作って売れと。まあ、久保さんもなんで1億ね、3年で1億稼げたのかっていうと、速価塾という商品ね、この速価塾っていう商品がなかったら1億に行ってないんじゃないかなと思うんですけど。まあ、今はね、久保さんは FX とかやられて、投資とかやられてるんですけど、最初のその種戦ですよね。その、投資をするのに金が必要です。 金どうやって集めたのかっていうと、商品作って売ったんですよ。だから、まあ僕がおすすめするのは商品作って売って、で、種線作ってその種線で投資していくっていうのが、まあもう本当に、まあ、一番いい流れだと思いますよ。だけど、これサラリーマンで働いた貯金したお金を、えー、投資に回すっていうのは、あんまりおすすめしないですよね。 うん。で、それで溶かしたら、要はまた何十年も貯金しないといけないじゃないですか。でもビジネスだったら数年でまた稼げるんですよ。亡くなってもね。でも、うん、年収300万円の人が500万円また貯金するって言ったら何年かかるんですかっていう話ですよね。ビジネスだったら、多分今の久保さんだったら500万円の現金を作るのに、うーん、どれぐらいですかね。商品作って売って。 うん、まあ、一ヶ月いらないでしょうね。数週間。まあまあ、もしくは一本の動画で終わりみたいな。<laughs> どうですか一本の動画で終わりみたいなもはや。<laughs> まあもちろんそこまでに積み上げてる部分ありますよ。顧客リストだったりとか、お客さんとの関係性とかもね、そういうのは積み上げてきたっていうのはもちろん前提条件としてありますけども、じゃあ今ね、久保さんが500万作れてたら商品作って売って、もう一日一本、一本のね、セールスビデオを撮ってね。ね。まあ500万だったら、 えー、30万の商品を何人だ、えー、?10 人で300万でしょえー、と、資産、えー、資産中に1200万になっちゃうな。まあ、36人ぐらいですか ?30 万の単価であるならば36人ぐらい、えー、売れると480万か。まあ、まあそんぐらいですよね。3まあ、37人ぐらい売るともう500万超えていくと。いや、これが単価が35万だったらもう35人ぐらいでいいですよね、もう。うん。 だからそんなにその、難しいですけど難しくないですね。まあ結論、サラリーマンとして働いて500万円貯金するの方が逆を言うと難しいかもしれないですね。簡単のようで難しいっていう。時間もかかるし。うん。そう。どっちにしろ、まあその、覚えるのにも、まあ自分でビジネスやるっていうのも覚えるのに時間かかるかもしれないですけど、どっちも時間かかるじゃないですか。え、どっちも時間かかりますよ。 えどっちも時間かかるんだったら、こっちはなくな、時間をかけて貯めたお金は一瞬でなくなってまた時間をかけないといけないけど、こっちも覚えるのに自分で集客して商品を売るっていうのもね、時間かかって覚えるの大変かもしれないですけど、一回覚えてしまえば、なんだろうな、その、こっちと違ってすぐにまたお金を生み出せるんですよ。だったらいずれにせよ時間使うんだったらどっちに時間使った方がいいですかっていう話ですね。いってらっしゃい。